の時代、どこかの世界、素敵な魔導士になることを夢見る一人の女の子がいました。彼女の名前はアニキン。今日もこ、はい、皆さんおはようございます。おはようございます。では今日はまずフィーバーのおさらいから始めましょう。昨日もお話ししましたが、フィーバーモードになると連鎖の種が落ちてきます。こちらわかりましたか？先生、うまく相殺できないんですが、どうしたらいいですか？そう。私なんだか分かったような気がする。それはよかったわ。
ごめんなさい。